メッシ、バロンドールに輝く。2年ぶり8度目の受賞。世界最高のフットボーラーに贈られるバロンドールの授賞式が現地10月30日にパリで開催され、インテルマイアミに所属するアルゼンチン代表 FW リオネル・メッシが2年ぶり、史上最多記録を更新する8度目の初受賞を果たした。8度目のバロンドール受賞おめでとうございます。史上最高のフットボーラーはやっぱりメッシですね。ワールドカップでのメッシは結果、プレー内容、ストーリー性、チームに与えた影響力が段違いだった。ロナウジーニョやリバウド、フィーゴが取ってた時の基準なら毎年メッシ、それぐらいスタッツが圧倒的。納得感で言ったらハーランド、 CL 含む3冠、 PL 得点数を更新した実績は素晴らしいし、何より生まれた国が足を引っ張るような賞にはなってほしくない。 W 杯優勝だけじゃバロンドールはない。リーグワンやアメリカで活躍してもね。毎年メッシかロナウドはつまらないので、殿堂入りして若い選手を選べばいいのに。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。